疲れ様です。お疲れ様です。はい、はい、今日はまた僕と伊藤さんで、はい、送らせていただきたいと思います。はい、頑張ります。頑張ります。はい、そうですね、まあ、代表は今日ちょっとお仕事の方でいないですし、うんうん、なっちゃんも不在なので、はい、今日はですね、はい、先日、うん、先日、まあ、前の動画でいろいろ欲しいものの話をして、はい、あのまたボールペンの話すればいいですか。いやいや、もう昨日した。あ、もういい。昨日したからいいよ。うん、うん、だいぶ語ってたからね。はいはい、そうですね。そう、はい、僕前に靴欲しいって言ってたじゃないですか。うん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 、リーボックの靴、はい、なんですけどナイキの靴注文しました。あれそうなんだ、はい、リーボック裏切り者じゃないかナイキに。いや、ちょっとなんかこう、うん、ナイキの靴も前から気になってたやつがあったんですよ、うんうん、でもなかなか人気みたいで、うん、もう在庫がなかったんですね。なるほど。それが再入荷しまして、はいはい、通知が来てパッて見て、うん、買って、うん、買ってっていうか注文して、うん、その数時間後には売り切れてました。ラッキーと思って、ちょっとついついリーボックじゃなくてそっちをポチッと押してしまった。あ、そうやってね、裏切ってね、リーボックをね。あ、そうですか、そうですか。いや、まだ物は届いてないんですけどね、はいはいはい、最近の話で。なるほど、はい、それとですね、うんうん、あと僕パソコンが欲しいって、あ、言ってましたね。言ってたんですけど、うん、ついにですね、うん、ポチッと押して、はい、届くことになりました。え、それは Mac？ Mac ですね、僕は。いや、もう本当にね、うん、きっといろんな夢が広がるでしょうね。Mac でしょうね。はい、まあ、まだね、うん、ちょっと細かいあれですけど、また届いたらね、うん、自慢しよっかなと思って、ここでこうやって。あのね、はい、私もですけれども、Mac 買った？いや、Mac は買ってない。あれ？はい、あの、Windows の、はいはい、パソコンを、はい、まあ、いつも経理のお仕事するときに私パソコン使うんだけど、はいはい、最近ここ最近ね、調子が悪くて、うんうん、立ち上がらなかったり、うん、突然落ちたり、はいはいはい、ちょっと不安を覚えてしまったのよ、今のパソコンに、はいはい、古いわけですね、もうちょっとね何を、いいじゃない、別に。いやいや、そう、いいんですよね、大事に使ってるの、はいはい、で、まあ、一応バックアップは取ってたりとかするんだよね、はいはい、何年か前に決算月にもう電源が入らなくなっちゃってバックアップ取ってなかったから、それ最悪パターン、最悪パターンだったんだよ。もうほんと夜な夜な徹夜で大変だったから、まあ、バックアップはなるべく取るように最近はしていて、うんうん、なんだけど、まあ、いつちょっと壊れてもおかしくない状態にあるのを、うんうんうん、お家でね、言ったらね、旦那さんが買ってくれたの、うん、買ってくれた。マジっすか。そう、それで、はい、なので私に選ぶ権利はなかった。あ、なるほどね。そうだから、いろいろ旦那さんもね、そう、経理のお仕事してたりとかするから、いろいろこうスペックを見てくれて、はい、あ、まあ、これだったら、うん、お金出してあげられますよって。あ、なるほどね。そう、これいいんじゃないって言われて、はいはい、で、私が絶対条件として、うん、今使ってるこのなんていうの、 USB、はいはいはい、ああいうのとかが刺さるやつじゃないと、うんうんうん、今変わってたりとかするじゃん。まあ、そうです ね、ありますね。そう、今現状使ってるアイテムが使える、うん、そのまま使えるっていうのと、うん、あとはここにパソコン の、はい、キーボードの中に点キーが絶対ないと嫌なの、私。あ、はいはい、あ、なるほど。Mac ないじゃん。そうですね、ないじゃん、はい。まあ、でもほら、きっとね、映像とか写真とかがメインになってくるからいいと思うんだけど、私は、まあ、基本も数字打ちしかこうしないから、うんうんうん、その絶対的な点キーが欲しいと、うん、外付けじゃなくてね、なるほど、もうそこにあってほしいっていうのがあったので、そういうのだけ伝えて、うん、だからどこのパソコンで何のパソコンかは全然わからないんだけど、ね、近々じゃあ届くと。そう、ちょっとね、色も今までは黒しか使ったことなかったんだけどさ、はいはいはい、今回のパソコンはあれにします。ちょっとね、ミントグリーンっぽい。あ、ちょっと爽やかな。そう、爽やかなパソコン。そう、経理も爽やかにできるように。だといいですね。ええ、じゃあ近々ね。それが、そう、来月届くらしい。あ、来月じゃない、5月。だいぶ先ですね。だいぶ先です。いや、私もね、えって思ったんだけど、そう、5月に届くって、そう、言ってたので、まあ、それまで今使ってるパソコン様に毎日ちょっと、うん、頑張ってください、もう少し頑張ってください、よろしくお願いしますってお願いしながら
大切に使わせてもらおうかなと思ってます。なるほど、うん、僕のはですね一応予定だと4月の、うん、まあ最初の週頭ぐらいに届く予定となっております。まあ予定は未定だよそうなんですよ、リーボック裏切った人には。いやいやいや、うんうんうん、まあねそうなんですよ。なるほどね。だからねちょっとこうね嬉しいですよね、なんか新しいね、うん、そうだね。そう私も自分の仕事で使うものだから本当ならね自分で買わなきゃいけないところを見るに見かねた旦那様が、いやありがたいですね。ありがたい。ただまあ金額はこのくらいの金額でっていう、はいはいはい、まさかその価格で買えるとは私も思ってなかったから。なるほど。そうありがた、本当にありがたく使わせていただきたいなと思いますし、はいはい、あとね、うん、私もう一個買ったのがある。何ですか？ペン。ペン、あ、ペン、ペンは買ったけどもちろん、はい、違うやつね。あれ買った、鬼滅の刃の DVD。 あーなんか伊藤さんあげてましたよね。そう予約したんだ。それあれですか、無限列車編。そう、はいはいはい、それの UFO テーブルの、UFO テーブル、あの絵描いてる、ああ UFO テーブルの、はいはいはい、限定。なるほど、限定版ってやつですね。そう限定版のやつを買ってね、はい、いろいろなね4大付録みたいのがついてくるやつをね、うん、ポチッと買ってしまったんです。それあれですよね、限定版のやつ、はい、なかなかいいお値段したような。そうですね、私 ねポチってした後からね手がね震えてた初めてそんなの買うから、今まであんまりそういうところにお金を使ったことがなかったから、うんうんうん、ポチってやった後にブル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 なっちゃった。いいですね。そう、それが6月に届くからまだ先だね。まだ先なんだけどでもいいですよね、その先の楽しみじゃないですけど、うん、そう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 、ワク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 で、まあ今日からしばらく、うん、あ、まあ今日からっていうかちょっと前からだけどね、うんうん、まあパソコンは買っていただいたし、うん、無限列車編、うん、ポチったしね、ポチったので、はい、ちょっと自分の好きな、うんうん、お菓子とか食べるのをちょっとやめようかなと思って、ね、抑えてね、抑え気味にして、うん、当てなければならない。そうですね、まあ、僕もそうですね。そうだよ、そちらに当てなければならない。無駄遣いは気をつけないといけません。そうですね、うんうん、確かに、はい、まあでもね、うん、近々来ますから。そ、そうですね、はい、その楽しみに、はい、またね、ひびさんもワークも頑張りつつ、はい、いきましょう。はい、はい、ということでですね、今日は僕と伊藤さんの、うん、はい、最近ポチったもの、ポチったものじゃん、ポチったものとポチってもらったもの。ああ、そういうことですね。そうだね、はい、というお話でした。はい、はい、ではまた次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。お疲れ様でした。